今日はこの水蓮池の周りにある生えているこの紫の綺麗な花、秋にですねこの周り一帯生えます。このような綺麗に花を咲かせます。これ、実はサルビアレウカンサという名前の花になります。サルビアの一種ですね。まあサルビアレウカンサというとちょっと初めて聞いたなという人もいるかもしれないんですけども、まあアメジストセージっていう名前を聞くと、あ、なるほどという方も多いかもしれません。アメジストセージっていう名前でお店にはよく出回ってるかなと思います。メキシカンセージとかメキシカンブッシュセージっていう名前ともでも呼ばれますけれども、まあなんといってもこの花、近づいてみてください。この面白いんですね。近づくと、こういうふうに。まあ、ビロードのようなですね、こうちょっと毛の生えたような、モフモフとした花を咲かせますね。これも面白い特徴です。まあ、見た目が本当にビロードのような形なので、この紫の色もですね、こうちょっと大人びた、部分の色に移ってですね、お庭にもすごく合うんではないかなと思いますけども、秋にこのように、綺麗な花を咲かせるんですけども、実はこの、サルビアレウカンサ、アメジストセージ、宿根草です。この下にですね、株元の方にまた新しい芽が出てきてますけれども、毎年ですね、冬には枯れますけれども、宿根草なので土の中で根っこを残して生き続けます。なので、毎年ですね、この時期になるとこの紫色の綺麗な花を咲かせてくれるということで、まあある意味手間いらずなのかもしれませんけれども、毎年こういう花を楽しませてくれるというところではすごくおすすめの、種類になります。レッドヒルの中でもたくさん見れますし、園芸店でもですねこの苗比較的安価でいろいろ購入することができますので、おすすめの花ですので一度、お庭の方にも植えていただいてもいいんではないかなと思います。